いきます。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜、お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では本日メンヘラジオ記念すべき第10回目、うん、10回目、はい、おめでとう10回目の放送となっております。うん、はい、収録日本日が11月の22日、はい、これがね、放送されるのが12月、うん、まあ聞いてる方はみんな12月の時点になってるわけなんですけれども、なるほどね、うん、まだ沖縄暑いね。暑いよ。半袖、長袖着てるけど半袖でも外小雨とか降っててさ。そうね、うん、まあちょうど中間な、まあ、半袖でも、半袖が正解だよ。長袖の T シャツ1枚でもいける感じやね。うん、だからなんか外を見てもさ、なんかバラバラよね。長袖着てる人もいれば、うんうんうん、半袖で全然、そうそうそう、歩いてる人もいるし、うん、うん、そうね、はい、半袖が正解だと思います。無難。 ありがとうございます。で、今日はね、夏実さん午前中歯医者行ってきたんですけど、歯医者の中はどうでした？歯医者の中はなんかシュッ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 って加湿器みたいな、加湿器みたいなのが充満してた。あ、本当。うん、歯医者ね、治療どうでしたか？痛かった、もう奥歯がちょっと傷んでて、やられてて、薬ちょっと入れましょうねみたいな状態なんだったけど、ちょっとね、もう痛い痛いしか出てこないね。痛かった。注射打たれた。注射打たれたか。注射みたいな、こういうのに先がこんななってるやつ、引っかかるやつ。そうそうそう。ああ、なんか船の上からね、あれだね、マグロとかさ、カジキとかを引っ掛けて取るみたいなさ、うん、私そのレベルかいそんな感じでこんな感じのやつを引っ掛けられて、うん、引っ掛けられた。もうびっくり、痛いわ頑張る、治療頑張って。そうね、治療頑張って、クリーンな、歯は大事だよ本当に、うん、皆さんも歯を大事に。はい、はい、では本日も30分、短い時間ですがお付き合いの後どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速ですが本日のトークテーマ、うん、発表したいと思います。はい、本日のトークテーマは、はい、緊張。緊張、はい、緊張の夏、日本の夏っつってね、まあ、もう秋だけどまあでも緊張っていうのはね、なんかガチガチに緊張するみたいなやつなんですけれども、うんうんうん、なんていうのかな、緊張した経験、うんうん、これまでの人生でね、うん、緊張した経験だったり、今後ね、なんか、まあ、仕事でなんかプレゼンとかが待ってますとかさ、うん、何か大事な用事というか、うん、
そういうものがあって、現在進行形でそれについて考えるとちょっと緊張しちゃうとか、うん、そういったエピソードがあれば教えてほしいなっていうところで募集したんですけれども、はい、うん、でいくつか、はい、本日もメッセージの方が届いておりますので、うん、ご紹介させていただけたらなと思っております。はい、はい、どうぞ。ではトークテーマ緊張で、ラジオネームハトさんから。一日中緊張していることが多くて、体にがっちりと力が入っちゃって、その力の抜き方がわからなくなるんです。とりあえずの対処法としてお酒を飲んでいます。お酒を飲んでいると体の力が抜けるんです。そのうち酔いが回ってくると、いつも何かと悩んでしまう人付き合いについて考えずにいられるようになるし、明日とか明後日の不安についても考えないようになれるし、毎日のように感じている他人との競争からも解放されるし、自分自身の過去からも解放されるし、うん、1分1秒生きていることを否定する日常からお酒を飲むことで抜け出せるんです。お酒なしに緊張を抜く方法がなかなか見つけられない毎日を送っています。でも緊張があって緊張が抜ける瞬間があるから、最高に気持ちいいのかもしれないと思ってしまう今日のこの頃です、うん、とのことです。うんうんうん、お酒で緊張をほぐしてるみたいな。そうね、まあ酔っ払ってね、普段の嫌なことから、うん、解放されるというか、うん、余計なことを考えずに済むっていうのは、まあ二十歳を超えた大人であればね、うん、まあやりがちというか、うん、できる方法の一つではあるよね。そうだね、未成年だとそうもいかないと思うけど、うんうん、なので例えばね、僕の親父だとね、うん、やっぱ仕事でね、うん、まあうちの親父営業やってたからね、うん、印刷機器の営業や、うん、機械を売るね仕事をされてたんで、うん、やっぱり営業ってね、うん、あちこち行って頭下げることって結構多いと思うのよ、うん、俺も不動産の営業仕事でやったことあるんだけど、うん、やっぱ下からってやっていくんで、お客様に対してね、うん、取引先であったり、うん、そういうところでやっぱストレスってもらってくると思うんだよね、うん、そういうストレスから解放される、うん、まあ、緊張もある種のストレスだから、うん、そういうためになんかお酒の力を利用して、うん、まあ一時そこでリセットというか、うんうん、解放させて翌日からまた頑張ろうっていう気に、まあ多少なりとも、うんうん、なれるのかもしれないね。ずっと抱え込んでるよりは一旦解放させるというか、酔っ払って、うんうん、そういう感じで鳩さんもお酒の力をちょっと活用してるんじゃないかな、うん、でもどっかしらでね、やっぱりお酒の飲みすぎはいけないからね。飲みすぎ、まあ何でもね、うん、やりすぎ、そうそうそう、飲みすぎ、食べすぎ、依存症っていう ね、アルコール依存症もあるからね、うん、僕も生活訓練施設の方でね、同じ依存症の人たちと、うん、日中を過ごしてたんですけれども、うん、アルコール依存症の方もねいましたからね、若い女の子もいましたし、うんうん、依存症にだけは気をつけてね、うん、まあだからその点で別に他に方法ないかなって鳩さんも模索してるんだと思うんですけど、そうね、うん、ちょっと大変ではあるかな、やっぱ緊張をずっと抱えて生きるのはしんどいもんね。しんどいね、うんうん、そうだね。はい、では続きまして、はい、夢をつかぽんさん。人生一番の緊張は高校の頃に出演した学園祭の高野祭でのバンド出演、うん、演奏前に何か一発芸しろと無茶振りされてやったのが親指が取れるイリュージョン。歓声がピリピリするくらい会場が沸いて、その後インチキマジシャンと言われるようになりました。まさに青い春でしたねという夢を見たっていう嘘です。まあ結果実話らしいんですけど、実話ね、実話ね。はい、うん、学園祭のライブ、うん、まあ舞台に上がるだけで緊張するよ、そこで一発芸の無茶振り
うん、まあでもそれに応えたつかぽんさんすごいね、うんうん、結果インチキマジシャンっていうまああまり名誉とも言えるあだ名ではないのかもしれないけど、なんか本人はそれを言われて喜んでそうな気もするけどね。夏美さん何か、夏美さんねギターも弾くからね、なんか舞台というかライブとかハピオンでやってたよね。ハピオンでライブ、はい、させてもらったことがあります。うん、うんうん、緊張するよやっぱり。本当緊張、でももう初めに私は緊張 してますと、緊張 してるから、うん、皆さんあの生ぬるい目で見てお手柔らかにって神々ってお願いしてから、うん、初めからやってたような気がするな、うん、あ本当、うん、あ俺もね実はあの学園祭とかではないんだけど、あのライブの経験があってね、うん、あの明桜大学にまあ中退したんだけどね、まあ大学中に、うん、あのバンドをやってる友達がいてからさ、うん、でボーカルが急に辞めちゃったんだって。なんかボーカルが、そうそうそう、脱退しちゃったで、でたまたまそいつとカラオケ行ってる時に、うん、お前なんかめちゃくちゃ楽しそうに歌ってるから やってみないって言われてから、うん、そんななんていうのかな、カッチカチのななんかしっかりしたバンドでもないから、うん、コピーバンドだしみたいな感じで、うん、当時モンパチ流行っててね、うん、モンパチ歌わせてもらったよ。あでもめちゃくちゃ緊張したけどね、うん、緊張したね。それはちっちゃなライブハウスだったんだけどね、急なやつも緊張するし、でも分かる、ケンタさんカラオケ行ったら楽しそうに歌ってるのは分かる。まあ歌が好きだからね、うん、楽しくは歌をさせてもらうんだけど、そういう時に、うん、まあ当時はねあのカラオケ行ってお酒も飲みながら飲んでたから、うん、酔っ払った勢いでウェイってやってたんだけど、お酒か、お酒入ってそう、うんうん、気分よく、ね、楽しいね、うん。夏美さんはなんか緊張したエピソードとかあります？夏美さん緊張したエピソード、うん、さっき何話すって言ってたっけ。いやわかんねえないなら僕がちょっと話そうかな、うん、俺ねあのこの緊張って考えた時にね、うん、何これまでの人生でどん、まあ、さっきの話したようにさライブとかも緊張したしさ、うん、野球やってたからさ、うん、最後の夏の大会、うん、中学校の頃のね、うん、はマウンドに立った時ピッチャーやってたんで、うん、まあそれなりに緊張したんだけれども、うん、今までに何が一番緊張したかって考えた時に、うん、これを超える緊張はなかったんじゃないかっていうのが一個だけあって、うんうんうん、小学校の頃さ、うん、運動会ってあるじゃない、うん、でさ、うん、クラス対抗リレーみたいなのあるでしょ。ある。全員が走るやつ。あるある。あれ待ってる間バチクソ緊張しない？あれはね嫌だね、うん、待ってる間よみんな走ってて、止められないからね。そうそう、あれね俺のクラスさめちゃくちゃ足速い子が多かったのよ、うん、で俺決して足速い方じゃなかったのよね。そうなの？もうどちらかというと鈍足の方だったから、うん、うーわ1位で来とるわみたいな。あー1位でバトンが回ってきて、うん、そう回ってきて抜かれるの嫌だなと思いながら、うん、そうそうそう、すごく緊張したなあ。あれ一番緊張したかもしれん、意外と。だからそれを超える緊張今までもしかしたらないかもしれない。へえ、うん、だから日本の小学生、うん、お子供たちはそのちっちゃい頃にそういったトラウマじゃないけど、うん、緊張体験免疫力をつけられて、緊張体験をつけられて、うん、結構なんていうのかな、そういう緊張に強いメンタルにメンタルを得た人はいるんじゃないかな、もしかしたら。あの時のリレーの時に比べたらってそう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 、なるほどね。あ夏病院で緊張したことはあるよ。あどういうこと？あの病院でさ、うん、某精神科病棟閉鎖病棟入院してた時にさ、はいはいはい、あれがあるのよ。毎週じゃない、1ヶ月に1回何曜日って決まってて、うん、先生たち、なんか教授が、なんて言うんだっけあれ、総会診みたいなやつね。そう、はい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 、総会診。病院の一番院長先生がね。院長先生が総会診ってやつがあるわけ。で、先生たちを。白い巨頭、ドラマの白い巨頭とかであるやつね。あんな感じだった。な時があった。先生たちを引き連れて、一個のベッドを回るわけ。あそれは緊張する。それで、うん、白衣の先生たちに囲まれて、あと研修生とかにも囲まれてああ俺もあったね、1ヶ月に1回ね、うん、そうそう、なんか
うん、囲まれてとにかく、うん、大人数なのよ。その中で私は怖いので布団をかぶって、はいはい、いませんよいませんよって言ってた。それってね、逆になんかまたこの子退院させない方がいいん違うみたいな入院生活伸びないちょっとまだなんか精神的になんか落ち着いてないなとか部屋にいなかったりとか言い方を、いやそれはそれでだからなんかさ、夏美さんの話聞いてるとさ、入院中のエピソードとか聞いてると、うん、あのそれは入院させられるわなとかさ、それはなんか身体拘束受けるよなみたいなさ、なんか自分で自分の首絞めてるような時があってからさ、まあなんていうのかな、症状でさどうしようもない部分とかがあって暴れたりなりさ、なんかもうあるんだろうけど、うん、いやそこはなんかちゃんといい子を演じるじゃないけど、俺はどちらかというと演じてた方だから、もう早く退院したいから、そうそうそう、そしたらね、なんか怒られることも少なくなるし、じゃあ次からそうします。いやもう入院しないでおいてできるだけ次からどう入院しない 次があるんかいとまあでも体調悪い時は入院もね、決してなんていうのかな、悪い選択でもないとは思うんで、そして入院先でね、入院先で嫁に出会う可能性もあるんで、嫁です嫁です。まあうん、まあ本当にしんどい時はね、なんかずっとお家にいて死をずっと考えるとかさ、うん、そういうメンタリティになってる時は病院への入院もまあ必要な手段の一つなのかなって気がしますけどね。うん、そうだね。うんうんうん、はい、ではそれではここからは楽曲紹介のコーナーさせていただきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、はい、僕の方で、曲名が、はい、ゴールド金、はい、金、アーティストはエゴイストさんになっております、うん、では聴いていただきましょう。エゴイストでゴールド。タラッタラッタラッタラ、はい、ラジオも緊張するけどね。ラジオも緊張する。ケンタさんもラジオめちゃくちゃ緊張するよ。いつまでも緊張してる。ミキサーいじってるからね、ケンタさんはね、うん、余計ね、はい、夏美はフェイってやってるけどね、うん、でも夏美も緊張してる、それなりに、うん、緊張する場面マジでまあ多いよね、いい緊張感と悪い緊張感っていうのがやっぱあってさ、うん、俺は悪い緊張感で言うと、うん、まあパチンコ行って帰ってきて、うん、怒られるのが嫌だから、うん、できるだけまあ親の目に触れたくないので帰ってくるとき、はいはい、そーっと帰ってくるの、はいはい、鍵を音がしないように開けてカッチャ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 ッ帰ってさ、うん、それで2階に自室があったから上に上がって鍵閉めて部屋で過ごすみたいなさ、静かに、そうとか、あと2階から侵入したりさ、2階から侵入そう空いてるとこ探してそういうのやってたんだけど、まあすごいわね。翌朝とかさ、うん、親が上がってくる、階段上がってくる音聞こえるのよ、うん、クソ緊張するよこれ怖って怒られるでしょで、まあ怒られるんだけどね、うん、まああいう緊張も良くないよね、うん、マウンド上とかさ舞台上とかで味わう緊張に比べたらもう、うんうん、良くない緊張ですね、良くない緊張だ、はい、緊張、夏美さんは、うん、緊張したら、うん、うまく喋れなくなる。あ、ほんと、うん、まあそれは俺もそうよ。カミカミじゃん、カミカミだしさ噛んじゃうよ、まあ、緊張、おしゃべり上手になりたいな緊張感に強くなりたいかな、俺は赤面症なところもあるからさ。あ、顔が赤くなる、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、聴いていただきましたのはエゴイストでゴールド、はい、はい、こちら2022年6月発売のエゴイスト10枚目のシングルの曲となっております。で、こちらのゴールドはですね、オリジナルテレビアニメビルディバイドコードホワイトの第2期オープニング曲となっておりまして、
ボーカルのチェリーさんがね、この曲はイントロからサビまであっという間に駆け抜けていく疾走感、そして背中を後押ししてくれる力強い歌詞がとても印象的な曲ですと紹介されていますね。うん、うん、聞いてみていかがでしたか。なんか確かに疾走感、うんうん、ある、うん、感じ かっこいいよね、うん、でこのエゴイストってさ、グループなんだけど、うん、2011年に放送されたさテレビアニメ、うん、ギルティクラウンっていうのがあって、うん、これに登場する主人公というか、メインヒロインかな、うん、ゆずりはいのりちゃんっていう子がいて、可愛い子が、うん、ピンクの髪したね、うん、この子が劇中でね、あのボーカルを務めている架空のアーティストグループがあるの、劇の中の映画、アニメの中のね、うんうん、そのアニメそのに出てくるアーティストたちが歌う曲、歌う、うん、アーティストたちとして結成されたの、うん、それでこのギルティクラウンの主題歌とか歌ってて、うん、それが未だにアニメが終わった後も活動を続けてるっていう、へえ、そう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 、アニメなんか珍しいというか結構、うん、うん、うんうんうん、で顔も出さずにやってんの、あ、そうなんだ、そう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 、でそこも人気の一つかもしれない、ね、そうかもしれない、うん、まあなんていうかな、めっちゃエゴイストいい曲ばっかり歌ってるんで、アニメもね、なんか面白いアニメ、なんていうのかな、話題になりがちなアニメの主題歌を歌ったりされてるんで、うーん、はい、まあ面白いので、またいつかね別の曲も紹介できたらなと思っております。はい、はい、では楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、エンディングです。はい、今日もお疲れ様でした。夏美さん、朝は歯医者行ってね、痛い思いして、そうね、で昨日もね、あんまりね眠れてなかったのか、ずっとさっきまでねお昼寝してましたよね。はい、歯、私ね歯抜かないといけないんですけど、うん、ちょっとねこれはね、私虫歯がね、うん、結構抜いてきたんですけど奥歯、うんうんうん、それはねきっとね摂食障害のね、はい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 、食べ吐きのせいが一つあると思うんですよ、うんうんうん、要は吐くから、吐くものだから胃酸が逆流してね、そう、胃酸が逆流してきて歯について、その胃酸で歯が溶けたりちょっとずつ溶けるとかさ、虫歯になりやすくなってるみたいな、うん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 、それあると思うんですよね。なるほど、じゃあ別にさ、夏美さん以外の摂食障害をちょっと抱えてる方も、うん、もしかしたら、うん、同じようになんか歯医者に行ってる人もいるかもしれないね。うん、摂食障害、歯がボロボロになるよっていうのを言われるんですよね。うん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 、先生から言われたんだけど、はいはい、過食嘔吐って言っても、吐き出したりする場合はね、うんうん、そこを私はちょっと気をつけ、未だに続いてるから、そうね、気をつけようかなってちょっと思いました、うんうん、今日の歯医者で。はいはい。で、今日は緊張っていうテーマだったんですけれども、まあ、現在進行形で、はい、まあ俺らもちょっと緊張してることあるよね。うん、うん、実はね金曜日、今週金曜日ね、うん、まあ11月の25日の金曜日なんですけども、うん、ちょっと大阪に夫婦で行ってくる用事がございまして、うんうん、ちょっと用事があるね。はい、これがね結構大きい、なんていうのかな、用事が大阪に出待ってるのよね。そう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 、まあ、これがね紹介できるのがいつになるかわかんないんですけれども、はい、詳細をね、うん、言えるのが、うん、まあ、とりあえず今、大阪に行ってきて、夏美さんがちょっと活躍してくるかと思うんで活躍っていうかね、はい、ははははははそのうち番組内で言えたら、はい、いいけど、そうね、その大阪で今からちょっと、まあ緊張はするよ、やっぱ緊張、それだね、緊張だね。ちゃんとマイクに言わんと。緊張の秋だね。緊張の冬だね。あ、まあでも大阪が楽しみではあるよね。うん、楽しみ。うん、まあ僕らは平常運転で大阪行って USJ 行くとかじゃなく、うん、じゃないセカンドストリート回るだけなんだけどね。セカンドストリートに行く。あ、用事が済んだりね、用事とは別にね、うん、
セカンドストリート行くから緊張してるわけじゃないですよ。違う違う違う、その用事で緊張しているわけで、そう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 、結構なんて言ったらいいんだろうな、まあまだ行っていいとも言われてないからな、これな、うん、分かんないけど、うん、あの前回ね第2回の時かな、このラジオの模様を撮ってくれた原監督さんもまあ向こうで合流して、うん、はい、いろいろなんていうのかな、関わってきている、そうそうそう、お仕事って言っていいのかな、お仕事って言っていいのかね、あ、まあ、うん、あのそのうち紹介すると思うんで、なんかちょっとぼやっとしてますけど今のところ匂わせてやつまたなんか、続報をお待ちいただければ、はい、はい、とりあえず大阪行ってきます、はい、ツイッターとかでもね更新していきますので、はい、大阪の模様とか、はい、はい、では本日のメンヘラジオはこのここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。最後こっち上げるんだってなじゃああれをよろしく、あ、はい、はい、お疲れ様です、ま